合の感想から。そうですね、完璧にやられました。はい、乾杯ですね。はい、でまあ、乾杯なんですけど、このような舞台で経験をさせていただいたことに、元シュートボクシングのシーザー武史会長とか森谷さんとか、関係者の皆さん、本当にドリームのサーラさんとか関係者の皆さん、本当にお礼みたいですね。でこのお礼を次に絶対生かしたいなと思います。はい、今日はそのあえて組んでいなかったというのも見えたんですけれど、そのあたりはそういうふうにやっていこうと思ったんですか。こういうチャンスをいただいて、しかもランキング1位の鈴木選手が相手してくれる、本当にそういうので組むんじゃなくて、やっぱり打撃で勝負しようって前から決めてたので、ちょっと組んじゃったり投げちゃった部分もあったんですけど、本当もう9割9、1ぐらい の、 流れで打撃で勝負しようと思いました。今回は、はい、倒されてもいいから、とにかく前に出て気持ちで負けないようにしたいなって心の中で決めてリングに上がりました。はい、でこの結果が出ました。はい、ありがとうございます。初めてのプールで試合して、なんか手応えというか、掴んだ部分の部分とかってありますか。そうですね、打撃だけの、攻防が見せれたっていうのが、試合で見せるってことが一番大事なことなので、練習じゃなくて、こういう、しかも S カップという大きい舞台でやらせていただいて、出せたことが、自分にとってすごく良かったと思いますし、この経験を絶対に次に生かしたいなって思ってます。はい、他に質問あれば。よろしいですか。はい、じゃあすいません。ありがとうございました。